米大リーグロサンゼルス・エンゼルスの大谷翔平投手は34本塁打投げては15勝と今季も二刀流で躍動した62本塁打のヤンキースのアーロン・ジャッジとの MVP 論争が白熱しているこの状況に注目したのが米カリフォルニア州地元紙サンフランシスコ・クロニクルだ MVP は大谷かジャッジか選んでみようとの見出しで白熱する MVP レースを論じた 大谷の優れたスタッツを紹介しながらそれでも MVP 確定ではないとしこれはアーロン・ジャッジがいかにとんでもない成績を残しているかどれほど MVP 論争が盛り上がっているかを示していると伝えている大谷の投球成績にも着目打撃は昨年より少し後退したがマウンド上では大きく進化した15勝を挙げ防御率は3.18から2.33に。 さらに脱三振率11.87はリーグトップなど、これは最ヤング賞レベルの成績だ。投手最高峰の栄誉にふさわしい活躍だと紹介している。異次元の成績を残す二刀流に対し、大谷はさまざまな面で支配的であるので、賞を毎年受賞することは可能だ。マイケル・ジョーダンやレブロン・ジェームズのようにと最大限に評価した。それでも ジャッジは名門球団で61年ぶりのリーグ本塁打記録を更新 MLB の連日ホットなトピックになっている記事では時に投票者はトレンドを混ぜてしまうものだと票が話題性に影響を受ける可能性を指摘大谷にとって不利とも言える背景に触れたまた同志は大谷の活躍になぞらえて新たな賞の設立を提言している いずれは各リーグで最も優れた二刀流選手を表彰する翔平・大谷賞が必要となるかもしれない。そうやって野球界が発展することを願っていると球界の未来まで展望していた。米メディアフォックスニュースはアーロン・ジャッジ翔平・大谷アリーグ MVP を決めることはなぜ難しいのかとしてどちらも栄冠にふさわしいことを伝えた。アリーグ MVP は アーロン・ジャッジか、昌平・大谷のどちらかが受賞することになる。しかし、どちらが勝つべきかを決めることは、ほとんど不可能だ。バリー・ボンズ、マーク・マグワイア、サミー・ソーサがホームランの記録を達成した際に、運動能力を向上させる禁止薬物の使用が疑われていたために、ジャッジが真のホームランリーダーであると主張する人は多い。また、大谷は何と言ってもユニコーンだ。 和製ベーブ・ルースであるだけでなくルースが決して成し遂げられなかったことをやってのけているこれは信じられないことで投打両方でエリートだと史上初のダブル規定到達を評価また OPS がムーキー・ベッツピート・アロンソファン・ソトより高く防御率はゲリット・コールマックス・フリードシェーン・ビーバーコービン・バーンズなどメジャーを代表する好投手よりも低いと強調している。 MVP 投票は30人の投票者がどちらがより素晴らしいと思うかで決められる。最も価値のあるという言葉にはさまざまな異なった定義が存在するとし最高のチームの最高の選手なのかウォーが最も高い選手なのか単に数字が一番いい選手なのか毎年変わっているような気さえする成績の悪いチームの選手が MVP を受賞することはまれだ。 しかし選手の価値というものはチームが強いかどうかで変わるものではないと選出の難しさを述べたまた野球は一人の選手が多くのことをコントロールできるようなスポーツではないと断言したエンゼルスの場合トラウトと大谷が1年を通してほとんどの間スタメンで打席に立っていたが4番から9番打者は合わせて9回最悪の OPS609 と2番目に悪い打率 2割1 3という成績だった今期エンゼルスは73勝しかしていないしかし大谷とトラウトがいなければ60勝するのが精一杯だっただろう何度も言うが成績が悪いチームにいたからといって選手の価値は下がるわけではないと主張している投票者はベストチームのベストプレーヤーではなく最も価値のある選手と思う人に投票すべきだ しかし、より価値のあるというのはどういうことなのか。それに対して、間違った答えはない。投票がタイになる可能性もある。野球史上でおそらく最も見事なジャッジのオフェンシブシーズンか。これまで見たこともない。そして二度と繰り返すことができないような大谷の二刀流シーズンか。大混戦が見込まれる MVP の栄冠は、どちらがつかむのだろうか。 MLB 公式サイトのサラ・ラングス記者は自身のツイッターで2022年の大谷年219奪三振は MLB 全体6位34本塁打は MLB 全体11位であると紹介1893年にマウンドが現在の位置に移動されてから両方のカテゴリーでトップ15に入った最初の選手となったと初の偉業を伝えた記録の起点が19世紀だった1893年に マウンドが現在の位置に移動されたという点は驚きだ今期大谷は1918年の神様ベーブ・ルース以来となる2桁勝利2桁本塁打を達成するなど数々の偉業を達成しその度に野球の歴史を掘り起こしてきたシーズン終了とともにまた二刀流の金字塔が打ち立てられた大谷は史上初の投打ダブル規定到達を達成し衝撃の二刀流イヤーを締めくくった。 歴史的瞬間米国でも絶賛が相次いだニューヨーク市の記者も正直言ってこれが最もクールだと称えたシーズン最終戦で大谷は今季166投球回に到達し史上初の投打ダブル規定到達を達成したこの直後からツイッター上でも多くの反応が相次いだ MLB 公式サイトのエンゼルス版レッド・ボリンジャー記者は 初回を無失点に抑えた翔平大谷が MLB 史上初の投打で規定到達した。彼の162イニング目だった。翔平大谷が正式に同一シーズンで投打規定に到達した選手となったと速報した。また、大の大谷マニアで知られる米スポーツ専門局、FOX ス,スポーツのアナリスト、ベン・バーランダー氏は、翔平こそレジェンドだと呟いた。米紙 ニューヨーク・タイムズのベンジャミン・ホフマン記者は正直に言って大谷のこれまで残してきた成績の中でダブル規定到達が最もクールだこの史上初となる記録が達成されるのは間違いないと思ってはいたがやはり素晴らしいと思うと絶賛した MVP 争いのライバルアーロン・ジャッジが所属するヤンキースの地元であるニューヨーク市の記者まで称えていた。